スライマーン・イブン・クタルムシュは、ルームセルジューク朝の子祖。セルジューク朝の子祖であるトゥグリル・ベグの父、ミーカー・イールの兄弟である、アルスラーン・イスラー・イールイブンセルジュークの息子、クタルミシュイブン・アルスラーン・イスラー・イールが父である。1063年に、トゥグリル・ベグが子孫を残さずに病死すると、後継者の地位を得るべくクタルミシュイブン・アルスラーン、イスラー・イールは後を継いだ。 アルプアルスラーンと敵対するも殺害された。その際、スライマーンは連座で罪を問われなかったが、セルジューク家の王族とは認められなくなった。アルプアルスラーンの後を継いだマリクシャーは、アナトリア方面のトゥルクマーン統制のため、スライマーンを送り込んだ。スライマーンは1074年あるいは1075年に、東ローマ帝国領であったニカエアを占領した。 その後は東方に進出して、マリクシャーと対立。1084年12月には、シリア北部のアンティオキアまで征服するなど、総主のマリクを完全に無視した独立行動を取った。だが、シリアの征服はかえって、マリクやその実定で、シリアセルジューク朝を構成していたトゥトゥシュの怒りを招いた。1 8 6年6月、アンティオキア東方にあるアレッポの支配権をめぐって、 スライマーンは、トゥトゥシュと戦い、敗死した。死後、息子のクルチアルスラーン一世はマリクに捕らえられて、ルームセルジューク長は一旦断絶し、6年後のマリクの死去まで復権を待つことになった。ありがとうございます。